ホホジロザメ、ホホジロザメ、ホホジロザメ、カーカレドンカーカイアスは、ネズミザメメネズミザメかホホジロザメ属に分類されるサメ。本種のみでホホジロザメ属を形成する。ホホジロザメとも、白い死神とも呼ばれる。ホホジロザメの名称は、日本魚類学会発行の日本産魚類目録に記載された、標準和名である。亜帯から亜帯まで、 世界中の海に広く分布している。北はアラスカやカナダ沿岸にも出現した記録がある。アメリカ合衆国や南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランドの周辺海域、地中海等で多く見られ、日本近海にも分布する。2009年にはメキシコハワイ間の深海にホホジロザメが集う海域があるという研究結が公表され、この海域は ホホジロザメカフェと呼ばれている。側頭部、人では、頬が白いことが和名の由来。胸びれ裏側の先端部には、大きな黒縁がある。配側はノーハ背色から黒色腹側は白色で、体を、側面から見ると、背側と腹側の色は一本の線で、はっきりと分かれている。体型はがっしりとした、流線防水型で、 尾ひれは上下の長さがほぼ等しい三日月型。平均的なホホジロザメの体長は4.0から4.8メートル、体重680から1100キログラム。最大体長と体重に関しては諸説あり、一致した見解がない。体長11メートルを超える巨大な個体も報告されているが、専門家の意見では体長6メートル、 体重1 9 0 0ラム程度が最大と見積もられている。推定値ながら台湾沖やオーストラリア沖などで切り落とされた頭部の大きさなどから体長7メートル以上、体重2 5 0 0ラム以上と推定される個体が捕獲されたことがある。大きさや体型が似たウバザメが見間違われることもある。厳密にはウバザメの方が大きい。歯は 非常に鋭利な正三角形で、長さは7.5センチメートル、ノコギリのようなギザギザを持つ、巨子上縁になっている。皮や筋肉を切断するのに適した形状で、ホホジロザメは獲物から一みで、約14キログラムの肉塊を食いちぎると言われている。歯列は3段あり、歯が一本でも欠けたり抜け落ちたりすると、すぐに、後ろの歯列がせり上がってきて古い歯列を押し出す。これは、 サメ類に共通の特徴であり、葉は何回でも生え変わる。主に沿岸域の表層付近を泳ぐ。沖合から海岸線付近まで近づくこともある。海表面近くにいることもあるが、250メートルより深いところにも潜る。アザラシやオットセイの繁殖地の周辺海域に集まることが多い。海面を泳ぎながら顔を出し、体を横に回転させながら口を開閉する。 リペキティブエアリアルゲインピングと呼ばれる行動が観察される。これは他のサメには見られないホホジロザメの特有の行動である。肥毛と呼ばれる毛細血管の熱交換システムが発達しているため、体温を海水温よりも高く保つことができ、軟骨魚類の中では高い運動能力を獲得している。普段はゆったりと泳いでいるが、 瞬間的には最高時速25から3 5トル程度を出すと言われ、海面から体が完全に飛び出す高さまで跳躍することもできる。これほどの運動能力は、他のサメでは高速遊泳を行うことで知られる、青ザメやオナガザメに見られる程度である。シャチやイルカなどの海生哺乳類の知能とは、比べられないが、魚類の中でも高度な知能を持ち、学習能力に優れ、 獲物を襲う際には、過去の成功と失敗の経験を活かすと言われている。仲間内で多彩な行動を取り、獲物を分けるなど、社会性を示すような行動も確認されている。食性は、動物食で、イルカやオットセイ、アザラシなどの海生哺乳類を好み、魚類や海鳥も捕食する。クジラの死骸を食べることもある。また、ホホジロザメは、よく、エイを食べるが、エイのトゲが、 内臓に引っかかることも珍しくない。体重の30%ほどの重量を食べると満腹になると言われる。甲骨魚類やクジラ類は最高時速 50km 以上を出すことも珍しくないため、狩りの際は奇襲を仕掛けることが多い。南アフリカ沿岸のホホジロウザメは海面を泳ぐ南アフリカオットセイを狙う際、海底側から高速で突進し、 獲物に噛みついたまま海面に飛び出す光景で知られている。ホホジロザメは呼吸のため泳ぎ続ける必要があるが、常に高速を出すとエネルギーを消耗する。このため餌が豊富な海域では、尾ひれを止めてゆっくり泳ぎ、捕食する直前にスピードを上げる待ち伏せ型の行動が観察されている。獲物を食いちぎる際、 肉に刺さってかけた歯を一緒に飲み込んで、自身の内臓を傷つける場合があると言われている。獲物に食いついて、大ダメージを与えた後に話し、出血多量で死ぬのを待つ行動は、歯が折れるのを防ぐためだと考えられている。卵体制で、子宮の中で卵から孵化した胎児が、体内に放出される未受精卵を食べて育つ、没体依存型体制であるが、妊娠初期は、 子宮ミルクを分泌する。現在確認されている中で、子宮ミルクを分泌するサメは、ホホジロザメのみである。妊娠期間については知られていないが、メスは一度に2から15尾前後の子供を産む。生まれた子供は、体長1.2から1.5メートルの大きさで、しばらくは魚を中心に捕食し、大きくなると、大型魚類や、海生哺乳類を襲うようになる。天敵は、 人間や、シャチ、他の大型のサメである。大型のサメは、比較的小型のホホジロザメを捕食することもあり、また、同じホホジロザメ同士で、より大型の個体が小型の個体を捕食することもある。シャチは変色の習性があるのに加えて、抵抗されれば、自身にも危険が及ぶホホジロザメを、積極的に攻撃や、 捕食の対象にはしていないと見られているが、沖合型のシャチは、サメ類を積極的に捕食しているという説もある。また、子供を連れているシャチは、危険を除去する目的で、積極的に攻撃を仕掛け、ホホジロザメを殺害する例が幾度も観察されている。シャチはサメをはじめとした、軟骨魚類を襲う際に、体をひっくり返して、疑似状態に陥らせ、抵抗できなくしてから捕食する。 ホホジロザメ族カーカレドンの原生種は、ホホジロザメシーカーカーヤス一種のみ。ホホジロザメは、サメの中でも人を襲った記録が多く、さらに映画、ジョーズのモデルとなって、以来、英語圏で、マンイーターシャークという属性がつくほどに、人食いザメのイメージが定めした。サメの中では、世界最大のジンベイザメと並んで一般によく知られ、サメといえば、 大口を開けたホホジロザメがイメージされることも多い。巨大な体、大きな顎、鋭い歯を持ち、泳ぐのが早く、獲物の探知に優れているなど捕食者としての能力の高さから襲われれば最も危険なサメであり、世界中で死傷事故が発生している。サーフィンの最中や貝などの量で潜水しているとき、海水浴場での遊泳中に襲われる場合が多い。 噛みつかれると致命傷になることがしばしばあり、死に至らなくとも手足を切断されるような重傷を負うことがある。サメにより人が襲われる事故は、例えば、オーストラリアだけで1791年から2006年までの約200年間に668件が発生してり、そのうち191人が死亡している。低水温に耐えられるホホジロウザメは、 温帯から亜寒帯の広い海に生息し、時期によっては熱帯海域にまで進出する。さらに沿岸域の浅いところで生活し、中高生であるため、サメと人の活動が重なる機会の多さが、事故の起きる要因になっている。空腹でない限りは何も襲わず、こちらから危害を加えなければ何もしてこないと考えられているが、主食となるアザラシと、 水中にいる人間を見間違えて襲っているという見解がある。人を襲うのはアザラシやオットセイなど海生哺乳類を主食とする4から5メートル級の大型個体が多くサーフィン板等の上で腹ばいになってパドリングする人間の動きやウェットスーツを着て足ひれを動かす姿がサメからはアザラシのシルエットと同じに見えるのだと考えられている。 サメ事故の予防策としては、などが挙げられるが、凶暴でない個体が突然人を襲うケースもあり、サメが人を襲う根本的な理由は分かっていないため、ホホジロザメに限らず、サメ類による事故の予防には、サメとの遭遇そのものを避けることが重要になる。人食いザメのイメージから、多種のサメによる事故と混同される例もあるが、1876年から2004年の、 間に確認された人身事故は224件あり、そのうち63件は死亡事故である。場所別に見ると、アメリカ合衆国西海岸が最も多く84件、うち死亡事故7件、次が南アフリカで47件、同8件、3番目はオーストラリアで41件、同27件。他に地中海やニュージーランドでの被害も多い。日本では、 2000年に1件の死亡事故が確認されている。蒸気のデータは国際サメ被害目録によるものであり、他にも下記のような事故が起きている。常時動き続けなければ生存できないため飼育は非常に難しいとされ、生態を飼育、展示している水族館はほとんどない。米国のモントレー湾水族館で若いメスを198日間飼育したが、 その後この個体は海へ返されている。飼育を断念したのは、成長に従って、水槽内の他の魚への危険が増したためであると、水族館側は説明している。他に、島根県立島根海洋館で2002年に幼体を4日間、大分マリーンパレス水族館、海卵で2004年に1日飼育したことがある。 2016年1月5日より、沖縄県の沖縄中ラ海水族館が、読谷村沖の低地網にかかった、体長約3.5メートルのオスの生態を飼育、展示し、生態では、世界初の飼育例となったが、その個体は3日後の1月8日に死亡した。スティーブン・スピルバーグ監督の出世作である映画、ーズに登場する、一食いザメも、このサメである。 代表的な人食いザメというイメージから、良くも悪くも人の注目を集めるサメであり、ジャンルを問わず数々の作品において、ホホジロザメが登場したり、それをモチーフとしたキャラクターが登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。